カーターに追い払われ、離れていくウサギジミー・カーターウサギ事件は、1979年4月20日に、当時のアメリカ合衆国大統領であった、ジミー・カーターの乗っていた、釣り用ボートに向かって、沼地ウサギが泳いで近づいてきたという出来事である。報道機関は想像力を働かせ、これを、殺人ウサギによる、襲撃事件などと称した。カーターは故郷である、ジョージア州プレーンズを訪れ、一人で釣りを、楽しんでいた。カーターによれば、猟犬に追われたウサギが、水に飛び込んで私の乗ったボートに向かって泳いできた。もう少しで追いつかれるという時に、パドルを使って、水を浴びせかけた。オフィスに戻った際、カーターのスタッフたちは、ウサギは泳げないし、人間を襲うことはないと強く主張してこの話を、信じなかった。この事件は、ホワイトハウスの写真家によって映像が収められている。右にいるウサギを追い払っている、カーターホワイトハウス報道官であったジョディ・パウエルは4ヶ月後の8月28日に AP 通信記者のブルックス・ジャクソンにこの出来事を明かし、翌日より通信各社はこの話題で持ちきりとなる。ホワイトハウスは写真を提供することを拒否したが、その結果、映画ジョーズのポスターのジョーズの部分をパウズと変更したパロディ漫画を使い、大統領がウサギに襲われた話が、ワシントンポストの一面を飾った。ホワイトハウスはその後も、写真の提供を拒否し続けたが、レーガン政権時代に方針を転換し、再び話題となった。パウエルは報道官退任後の1986年に、著した本、ザ・アザー・サイド・オブ・ザ・ストーリーの中で、この出来事について、次のように語っている。詳しく調査した結果、動物はウサギであることが判明した。イースターバニーのような可愛いものではなく、私が子供の頃に沼地ウサギと呼んでいた、外に広がった大きな足を持つ種類だった。その動物は明らかに苦しんでいたか、凶暴であった。大統領は怒り狂ったウサギに対処した経験をあまり持っていなかったことを明かした。ウサギの心理を理解することは、不可能だった。しかしながら、巨大で、シューという音を立て、歯ぎしりをしている、この濡れた動物が、大統領の乗ったボートに乗り込もうと気持ちを集中していることは、明らかだった。この事件は、大統領としてカーターが不幸であり、弱っていると主張する、政治的、イデオロギー上の敵対勢力に、格好のネタにされた。また、この事件は2009年に、グラミー賞特別功労賞を受賞した、フォークソング歌手、トム・パクストンの歌I Don't Want a Bunny Wunnyでパロディ化された。この歌は1980年に発売された、アルバムザ・パクストン・レポートに収められている。ありがとうございます。